お集まりの皆さん、笹島ご通行中の皆さん、こんにちは。日本共産党でございます。皆さん、昨日国会が閉会をしました。今度の国会では国民の暮らしも平和もそして人権も踏みにじる悪法が次々と強行されました。岸田首相はこの悪政の下で急速に国民の支持を失い、振り上げた解散の拳を星砕けになるような事態に追い込まれています。私たちは悪法の施行を許さず、そして来たるべき解散総選挙、岸田政権を追い込んで必ず次の解散 総選挙で躍進をする、そういう決意でおります。今日は終了した国会の報告、そして来たるべき総選挙に向けての日本共産党の政策と決意をお伝えするために、この場をお借りして緊急の街頭演説を行うことにいたしました。どうぞ最後までのご協力を心からお願い申し上げます。本日の司会を務めます、私、日本共産党愛知県委員会の井能です。どうぞよろしくお願いします。それでは最初の弁士は、今度の衆議院選挙、区割りが若干変わりまして、この中村区と中川区、そして清須市に区割りが変わりました。愛知5区の候補者として昨日発表になりました江上博之前名古屋市議からご挨拶を申し上げます。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。前名古屋市会議員の江上博之です。来たるべき衆議院選挙、小選挙区愛知5区、この中村区、中川区、そして清須市を地域といたします。5区から立候補いたします。どうぞ皆さんのご支援ご協力をお願いいたします。5期20年の名古屋市会議員の経験を生かし、国の悪政に真っ向から対決し、皆さんの命と暮らしを守るため全力を尽くしてまいります。国会が昨日終わりました。個人情報がダダ漏れのこの健康保険法、保険証を廃止し、そしてマイナンバーカードに一本化するこの法律が6月2日強行されました。自民党、公明党に加え維新の会、そして国民民主党まで賛成をいたしました。患者さんの医療、この履歴が分かりやすい、国民の利便性の向上だ、こう言っております。しかし他人の医療利益が紐付けされて薬がとんでもないことになる、このような問題が本当にたくさん出てまいりました。それでも強行しようというんです。命に関わる個人情報の流出、これがはっきりいたしました。法律は通りましたが、来年10月から実施ということになっていますから、それまでに市民、国民の皆さんと一緒になって、日本共産党はこの紙の健康保険証をなくさない、そしてマイナンバーカードに一本化させない、このために全力を尽くします。どうぞ私、江上博之も力尽くしてまいります。どうぞ皆さんのご支援ご協力をお願いいたします。命に関わる問題といえば、何といっても大軍拡の問題です。マスコミでは防衛財源法、こういう言い方をしています。
皆さんの中にもロシアのウクライナ侵略を見て、やはり日本も防衛力高めないといけない、まあ少しぐらい軍事費上げてもしょうがないじゃないか、こんなこと言われるかもしれません。防衛のためならと思われるかもしれません。しかし皆さん、この敵基地攻撃能力の保有、そして軍事費を5年間で43兆円も増やしていく、国民総生産 GDP1% から倍の 2% にする、防衛どころではないということがはっきりしています。アメリカが海外で戦争を始める、集団的自衛権行使して、アメリカの指揮のもと自衛隊を海外に派兵し、アメリカの相手国に対して自衛隊が先制攻撃を加える、当然相手は個別自衛権で日本に反撃してまいります。日本が焦土化してしまう、そんな危険があるじゃありませんか。私の父は78年前の戦争で召集をされ、中国に渡っておりましたが、シベリア抑留、ソ連軍に捕まってシベリアに抑留、3年いたそうであります。日本に帰って私が生まれたわけでありますが、その体験、戦争の悲惨さ、これを小さい頃から聞かされてまいりました。このような戦争は絶対やってはならない、こんな思いを私は強くしてまいりました。日本は78年前の戦争でアジアの人々2000万人を犠牲にし、日本人も310万人犠牲となりました。もうこんな戦争をやってはならない、やらせてはならない、こんな思いで作ったのが私たちの日本国憲法であり、憲法9条ではありませんか。この憲法9条を掲げて平和外交を徹する、このことこそ今岸田政権がやることではありませんか。東南アジア諸国連合 ASEAN ではどんな紛争があっても話し合いをする、1年で1000回もすると聞いております。1年365日毎日3回も4回も話し合いの場がある、こうやって平和を築いています。そしてその ASEAN はアメリカ、日本、中国、ロシア、このような国々も含めて年1回東アジアサミット、これを開催し、今これを恒常的なものにする平和構想を実現しようとしています。今こそ日本が憲法9条を掲げて、この平和構想一緒になって作っていく、戦争の準備ではなく平和の準備、この実現に日本共産党、私江上博之も全力を尽くします。どうぞ皆さんのご支援ご協力をお願いいたします。じゃあその実現どうやってやるのか。やはり小選挙区制度の中で一党として頑張るだけではできません。ありがとうございます。一対一の対決、野党共闘がどうしても必要です。しかしただ一緒になればいいというものではありません。野党共闘である以上、相手から野合などというとんでもない批判が出てくるようなことがあってはなりません。ですから私たちは3つの条件を加えています。第一に、本気で共闘をする意思があるかと。2つ目に、海外で戦争する国づくりは許せない、こういうことで始まった目の前にある問題での一致点、こういう政策の一致があること。そして3つ目に、対等平等相互尊重すること。この3つの条件があってこそ気持ちよい野党共闘ができるんじゃないでしょうか。残念ながらこの小選挙区愛知5区、ここではこのようなことができておりません。私江上博之、この小選挙区愛知5区で野党共闘を実現し、自民党公明党の悪政、
4党の悪政連合に真正面から対決し、皆さんと命と暮らし守るために全力を尽くす、このこと申し上げて立候補のあたっての決意とさせていただきます。ありがとうございました。続きまして、来るべき総選挙で日本共産党はこの比例東海ブロックで必ず2議席で勝利をする、そういうことで先日候補者を発表いたしました。今度こそ国政と今東海ブロックを駆け巡っている候補者として発表されました須山初美県副委員長です。笹島交差点をご利用の皆さん、またお集まりの皆さん、日本共産党の須山初美です。来る総選挙、本村信子現職の衆議院議員とともに、この東海比例ブロックで日本共産党の議席を1議席から2議席以上勝ち取って、今数の力で全く聞く力もなく悪い法律をどんどん押し通していく岸田政権に厳しい審判を、そして新しい政治を皆さんと一緒に作っていきたいと思います。ご支援どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、昨日国会が閉会をいたしました。今の岸田政権の政治、皆さんどのようにご覧になっていますか。この国会ほど私たちの命、そして人権、暮らしを壊す悪い法律をこんなにスピード、こんなに速いスピードでどんどん採決をしていく、これは本当に今回の国会は異常な姿でした。自民、公明、そして維新、国民、これが一緒になって外国にルーツを持つ方々の人権を脅かす入管法、古くなった原発を使い続け新しい原発まで作ると踏み込んだ GX 法、そしてマイナンバー保険証を強制するマイナ法、 LGBT 差別をなくすと理解を増進するんだと言いながら差別を助長するような、そんな法律を自民、公明、維新、国民が強行に採決をしてきました。で、今岸田政権の支持率がどんどん下がっています。とりわけ今大きな問題になっているのが、紙の保険証を廃止して、そしてありがとうございます、マイナンバー保険証を強制するマイナ法です。ある方が病院に行って、そして薬局で薬を調剤してもらった際に、これ本当にあなたの医療情報ですか、こんな飲み合わせの悪い薬を調合したらかえって調子が悪くなっちゃいますよ、そう言われて慌てて紙の保険証で見直したら、全く知らない赤の他人の医療情報が紐付けされていた。皆さん、こういう状況をまともに調査をする前に法律を強行してしまうなんてとんでもない話ではないでしょうか。ありがとうございますありがとうございます。皆さん、で、私はこんな命に関わるような法律を国民の声を無視して強行する、で、今そういう中で産経新聞や読売新聞などもこの紙の保険証を廃止する、これ一旦立ち止まるべきだということも皆さんの世論の中で起こってきています。私は聞く力というのであれば、こうした国民の声を受け止める、当たり前のことではないでしょうか。日本共産党は国会閉じましたけれども閉会中審査をやって、そして紙の保険証を廃止する、これは撤回をさせる、
そしてマイナカードについても、これ今一旦中止をして徹底的にいろんなミスやトラブルを解消して命や尊厳守っていくと、ここに踏み出していくべきだという立場で頑張り抜きます。何よりも皆さん、来たる総選挙で国民の声を聞かないこの政治をご一緒に変えていこうではありませんか。岸田政権の政治を大軍拡と大増税で暮らしと平和を壊し、悪い法律を国民の声を踏みにじって強行する政治に正面から対決をした、この日本共産党を大きく伸ばしていただくことが新しい政治を作る確かな力です。野党と市民の共同を再構築するためにも、ぜひとも皆さんのこんな政治はおかしい、その願いを日本共産党へ託してください。この地域では江上博之へと皆さんの政治を変えたい、その願い託していただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。さて皆さん、昨日男女の生きづらさをまさに指標にした世界経済フォーラムの男女平等度を示したジェンダーギャップ指数が発表されました。日本はもともと順位がものすごく低かったんですけれども、さらに順位を下げ125位と、男女の格差がさらに拡大し遅れた国であるということが発表されました。私が改めてショックだったのは、東アジアにある19カ国の中で日本がこのジェンダー一番遅れた国だということなんです。日本の上に順位があるのはミャンマーです。中国や韓国、こうした国々にも日本はジェンダー後進国となっています。ジェンダーギャップが私たちの暮らしにどんな関係があるんでしょうか。私はデザイナーとして、グラフィックデザイナーとして10年間この名古屋で働いてきました。私が勤めていた会社にも実は男女の賃金格差がありました。同じキャリアなのに、なぜ女性が男性よりも給料が少ないのか、上司に聞いた私が尊敬している先輩、いやいや女性は結婚し出産するよね、男性には将来会社を背負っていってもらわなきゃいけないから、こう言われてしまいました。女だというだけで二軍扱いかと、先輩は会社を辞めて海外に行ってしまいました。私はもっと一緒に先輩と仕事がしたかったです。こんな思いをする女性たちを、私は次の世代にこんな思いを絶対にさせたくないと思っています。皆さん、私たちが暮らす愛知、静岡、岐阜、三重、この東海のエリアは日本で最も男女の賃金格差が大きい地域になっています。全国の平均は男性を100とした場合、女性は 55%、 この東海地域は 50% となっています。その特徴は女性の賃金が低いというのが特徴になっています。この男女の賃金格差は年金にまで影響し、生涯にわたって私たちの女性の生きづらさを生み出し続けてきました。じゃあ一方で男性はどうなんでしょうか。男性は恵まれているんでしょうか。一家の長として重い責任を負わされ、長時間労働や全国への単身赴任、会社に尽くせ、そして命まで削って家族との大切な時間、友人との大切な時間も削って会社に奉仕をする、こんな昭和な働き方、一体誰が幸せになれると言うんでしょうか。皆さん、これ一体誰が得をしているのか。会社に従順な男性を作り出し、そして女性は非正規雇用、安い労働力として使い続けようという経済界、財界の
力が大きくここには影響しているんです。皆さん、その財界に忖度をせずに物を言うことができるのが私たち日本共産党です。企業団体献金を1円も受け取っていない、誰の言いなりにもならない、大企業言いなりの政治を変えていく、この党を伸ばしていただくことが、男性も女性も多様な性を持つ人も自分らしく力を発揮できるジェンダー平等社会の扉を開く大きな力になります。皆さん、ジェンダー平等社会は経済を豊かにするんだということも、私は皆さんにお知らせしたいと思います。今回発表されたジェンダーギャップ指数、最も男女平等に近い国アイスランドでは、2008年に経済危機が起こりました。その時に潰れてしまった4つの銀行の経営サイドの多くが、男性の管理職が、男性の経営者が占めていたんです。この男性中心の経営を見直し、クォーター制を法制化したアイスランドでは、経営陣の4割を、最低でも4割を女性にする、できなければ罰金だ、こういう制度を作ったわけです。そしてアイスランドは経済成長を事実そこで作ってきました。私は思いだけではジェンダー平等は実現しない、実行ある法整備が必要なんです。その法律を作る場に、どうか皆さん、女性の声が届く政治を、私は皆さんと一緒に作っていきたいと思っています。この東海比例ブロックでは、女性の衆議院議員はここにいる本村信子さんただ一人です。今度は私、須山初美も本村さんと一緒に日本共産党とお広げいただき、国会へと押し上げてください。どうぞよろしくお願いいたします。最後に皆さん、私は若い皆さんに希望ある政治を作っていきたいと思っています。岸田首相、異次元の子育て政策って言いますよね。だけど20代の私、お友達に聞いたら、子育て支援って言っても結婚すら考えられないんですけど、そう言ってました。携帯代払って、食費払って、奨学金のローンを払ったら手元に1円だって残らない、自分の生活だけで結婚なんてとても考えられない、こういう話でした。皆さん、学生さんは今奨学金を借りている人が2人に1人と言われています。だけども実際に返せなくって自己破産をしてしまうという友人も、私の周りにも何人もいます。そういう中で、もう奨学金は極力借りずに毎日バイト付け、こういう学生さんの苦しい実態を私、どうしても変えていきたいと思っています。日本のように学費が高くって、それなのに奨学金がほぼローンなんていう国は、先進国では日本だけなんです。先進国の中でこの教育にかける予算が最低クラスの日本が、今世界3位の軍事大国になろうとしています。5年で43兆円の大軍拡、これと若い皆さんに希望ある政治作ることは両立しえません。私たち日本共産党は、外交による集団安全保障で戦争のない日本とアジアを作る外交ビジョンを持っています。中国とのいろんな緊張関係も乗り越えるために、岸田首相や中国大使に対して、お互いに脅威にならないようにしようね、日本と中国の間にはこういう取り決めがあるよね、尖閣の問題では意見が違うけれども、だけどもこれを協議によって乗り越える約束事があるじゃないか、だから外交によってこうした揉め事を戦争にしない道に進んでいこうということを、私たちは諦めずに実際に行動に移している政党です。どうか皆さん、この日本共産党を大きく伸ばしていただき、軍事費よりも学費半額、
軍事費よりも今返している奨学金を半額に、軍事費よりも学校給食の無償化を、軍事費よりも安心して暮らせる年金を、暮らしと福祉そして平和を守り抜く日本共産党を大きく伸ばしていただき、そして皆さんと一緒に政治を変えるために頑張り抜く決意を申し上げまして、私日本共産党須山敦美からの訴えとさせていただきます。ありがとうございました。それでは今日最後の弁士はこの比例東海ブロックから皆さんのお力で3期国会に送っていただきました。今国会でも大奮闘いたしました。引き続きこの比例東海ブロックから4期目を目指します、本村信子衆議院議員からの訴えです。笹島交差点ご利用の皆さん、そしてお集まりの皆さん、こんにちは。ご紹介をいただきました日本共産党衆議院議員本村信子です。いつあるかわからない総選挙で、ぜひとも先ほどお話をされました須山敦美さん、そしてこの愛知5区は江上博之さん、一緒に国会に送っていただき、この愛知の皆さん、東海エリアの皆さんの声をもっともっと届けるために働かせていただきますことを心からお願いを申し上げます。1月23日からずっと国会開いておりました。昨日6月21日に150日の国会が閉じられましたけれども、この愛知の皆さんの、東海エリアの皆さんのさまざまな声をお伺いし、国会でその声を届ける活動をさせていただきました。その中でさまざま前進も図ることができました。皆さんに心からお礼を申し上げたいというふうに思います。今年の国会、私は子どもたちの問題や人権の問題、このことにこだわって質問をしてまいりました。それは例えばこの愛知5区で起こった事件として、昨年の秋、15歳の女性の方が児童相談所から転落をし亡くなるという事件がありました。その15歳の方のどういう状況だったのかということを思うと本当に悲しくてなりません。また今年の1月6日、この名古屋駅前の JR ゲートタワービルから中学2年生の方が飛び降りをし亡くなるという事件がありました。今この日本は少子化というふうに言われていますけれども、子どもたちの数は減っているにもかかわらず、小学生、中学生、高校生の子どもたちが自ら命を絶つ、この人数は500人を超えて過去最高というふうになっております。私はこの子どもたちが自ら命を絶っている、その人数が過去最高というこの問題を放置していい問題とは思いません。やっぱりこの国の最重要の課題としてこれは取り組まなければいけないというふうに痛感をしております。その立場でこの問題についても取り組んでまいりました。またこの愛知市では保育士の皆さんや保護者の皆さんが子どもたちにもう一人保育士を、こうやってたくさんの声を集めて各党のですね、党の議員にその声を届けてくれたんです。もう一人子どもたちに保育士がいれば、あの怪我をさせなくて済んだかもしれない。もう一人保育士がいれば子どもたちの声をもっともっと聞くことができるかもしれない。もう一人保育士がいれば保護者の方々の声ももっと
聞くことができるかもしれない、その思いをどうしても国会に届けなければいけないと予算委員会で今年質問をさせていただきました。保育士の皆さんが怪我をさせたくない、命や安全を守りたい、子どもたち一人一人の声を、そして意欲を大事にしたい、こうやって思うのは当然じゃないかと、加藤厚生労働大臣や小倉子ども政策担当大臣に質問をさせていただきました。まあその時は3月のたたき台、これに反映するかどうか検討する、まあこういう回答だったんですけれども、6月になって子ども未来戦略方針というものが出されました。その中で75年ぶりの配置基準の改善ということが盛り込まれました。これは保育士の皆さんや保育関係者の皆さん、保護者の皆さんの声が政治を動かした、その大きな成果だというふうに思います。皆さんと一緒に本当にこれは喜び合いたいと思います。しかし皆さん、喜んでばかりはいられないんです。75年ぶりの保育士の配置基準の改善と書いてあるのに、加速化プランの中で3年間でやりますという中に入っているのに、実は保育士の配置基準そのものを変えるとはやろうとしていないんです。加算でやるんだということを言っております。加算でやるということであれば、ある保育園はやりますよと言うけれども、別の保育園はやりませんと言ったらやらなくていいっていうふうになってしまうんです。一人一人のすべての子どもたちを大切にするためにも、保育士の配置基準の改善こそ必要にもかかわらず、加算でことを済まそうとしております。で、このお金がつくんだったらいいんじゃないですかと思われる方もおられるかもしれません。しかし、例えばすでに加算で行われております3歳児で言いますと、実は民間保育園では 89.3% 3歳児のところで加配がされています。しかし公立保育園の部分で言いますと、2割台しかこの3歳児の保育士の加算がやられていないんです。で、その悪い例がこの名古屋市なんです。名古屋市は全然やっておりません。で、愛知県内で言いますと、公立の保育園だとたったの3自体しかこれやっていないんです。そうしますと、やっぱりこぼれ落ちてしまう子どもたちが出てしまうということになってしまうのではないでしょうか。やっぱりどの子にも行き届いた保育、こうしたことを保障していくためにも、それは子どもたちの自己肯定感、ありがとうございます、子どもたちの自己肯定感、このことにもつながってまいります。この保育士の配置基準を本当に根本から良くしていく、そのためにもどうか日本共産党にお力をお貸しいただきますことを心からお願いを申し上げます。軍事費は2倍なのに、先進国の中でも一番遅れている保育士の配置基準そのものを改善することは後回し、こんな政治をご一緒に変えていきましょう。私たちは岸田政権の政治を変えたいと思っています。私は4つの点でどうしても変えていきたいと思っています。その一つはやっぱり平和憲法に反する大軍拡、敵基地攻撃能力の保有、こうしたことを強行する、こういう政治を変えていきたいと思っております。私は父が長崎で被爆をした被爆2世で、平和憲法を守りたい、だからこそ政治に携わってまいりました。この平和憲法を過去の戦争がなかったかのように踏みにじって大軍拡を進める政治を
変えていきたいというふうに思っております。でアメリカの雑誌のタイムという雑誌の中で岸田さんが表紙になった、そうした5月22日29日の号があるんですけれども、そこには日本の首相である岸田文雄氏は数十年にわたって日本が大切にしてきた平和主義を放棄しようとして軍事大国にしようとしているというふうに書かれております。日本国憲法には平和主義、戦争放棄、このことが明記をされていますけれども、戦争を放棄するという憲法を踏みにじって平和主義を放棄しようとしているのがこの岸田政権です。こんなことを許せるはずがありません。そして2つ目、岸田政権をどうしても変えたい2つ目は経済政策です。この日本の経済政策は大失敗しております。この13ヶ月連続実質賃金は13ヶ月連続賃金は下がっているんです。安倍政権、岸田政権、この10年間で実質賃金は24万円も減ってしまっております。今物価の高騰で、物価の高騰の下でこの名古屋ではだいたい年間にすると16万円の負担増になるというふうに言われています。そういう時だからこそ物価の高騰を上回る賃金の引き上げや物価の高騰を上回る年金の引き上げ、消費税の減税やインボイスの中止、暮らしを本気で守る経済政策こそ必要なのではないでしょうか。岸田政権ではそれができないからこそ私たち日本共産党はこの政治を変えたいんです。皆さんの懐を直接温める、最低賃金も引き上げていく、こうした政策に切り替えていきたいと思っています。コロナ禍の中で例えばドイツとかフランスとか、ドイツでは最低賃金1800円台に引き上げています。ところが日本はこの愛知は1000円以下の最低賃金、これでは皆さんの暮らしは良くなるはずがありません。経済政策を変えていくためにも私たち日本共産党全力を挙げてまいります。そして3つ目、岸田政権の政治を変えなければいけない3つ目は、皆さんの声を無視して5大悪法をこの通常国会で強行してしまったという問題です。5年間で43兆円もの軍事費を使うという、その財源を確保するんだと法案強行したわけですけれども、かなりの部分が借金になるでしょう。そして皆さんにも増税を負担をさせる、そういう方向となっています。また国立病院のためのお金や地域医療推進機構の病院のための積み上げたお金を軍事に回すというんです。年金のための財源や医療のための財源を軍事に回す、そうした軍拡のための財源法はこれも強行してしまいました。また軍需産業支援法も通してしまったんです。これは輸出、武器を輸出するために補助金を出しましょう、助成金出しましょうとか、国有化もできるようにしましょうとか、そういう法律なんですけれども、大軍拡を進める、そのためにこういう法案も強行してしまいました。また私が法務委員会の中で繰り返し質問をしてきました。外国人の方々の命と人権、尊厳を軽視する入管法の改悪法案も強行をしてしまいました。そして先ほど江上博之さんや、そして須山初美さんからお話がありましたように、
マイナンバーカードを推進するために紙の保険証を廃止してしまう、こんな法律も強行をしてしまいました。この紙の保険証をなくしてしまうマイナンバー法、これ今問題がさまざま噴出をしております。他の人のところにマイナポイントが入ったり、同じ名前の人に紐付けをされたり、障害がある方々の情報が他の人に紐付けられたり、個人情報がさまざま流出している問題などが噴出をしています。また医療の現場ではマイナ保険証が使えないからあなたは10割負担ですと言って保険が効かない、こういうことも実際に発生しております。こういうトラブルが、個人情報漏洩が続いているのに強行する、こんなあり方はやっぱりおかしいのではないでしょうか。この政治を変えていくためにも全力を挙げてまいります。また原発推進5法案も強行してしまいました。今福島では福島第一原発の事故から12年経っていますけれども、いまだに東京23区の半分の面積の地域がふるさとに帰ることができない帰還困難区域となっています。福島第一原発の事故がなかったかのように原発を推進する、こういう政治も許すわけにはまいりません。私たち日本共産党は、原発マネーに汚れていない、軍需産業のマネーにも汚れていない、大企業からの献金も受け取らない、だからこそ一人一人の暮らしや命を真っ先に考える政治、その政治を実現することができるんです。この癒着のない日本共産党、ぶれない日本共産党をぜひとも大きく伸ばしていただき、比例東海ブロックでは須山初美さんはこの愛知でデザイナーとして働いてまいりました。この名古屋駅周辺も長時間労働が大変多いということで有名ですけれども、須山初美さんも長時間労働で大変苦しみながら働き続けてきた方でございます。だからこそ一人一人を大切にするためにも、働く人たちを使い捨てするような、そうした今の職場環境を変えていきたいと決意をしているのが須山初美さんです。この須山初美さんまで比例東海ブロック押し上げてください。そして江上博之さん、愛知5区の江上博之さん、この名古屋市内子どもたちの医療費は18歳まで医療費は無料となっております。この子どもたちの医療費無料化のためにずっと頑張ってきたのが江上博之さんです。江上博之さんは名古屋市会議員としてずっと頑張ってまいりました。例えば中川区に行きますと、江上博之さんが頑張って作った成果がいろんなところにございます。そして災害があればすぐに駆けつけてくれたと地域の皆さんからも非常に喜ばれています。その江上さんを国会に送っていただければ、この皆さんの切実な声が届くということになってまいります。どうか比例でも、そして小選挙区でも日本共産党を応援していただき、皆さんの声がまっすぐに届く、そんな政治実現のために働かせていただきますことを心からお願いを申し上げ、私日本共産党衆議院議員本村信子からの訴えとさせていただきます。ご協力本当にありがとうございました。お集まりの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。お聞きいただきましてありがとうございました。来たるべき衆議院選挙で必ず比例東海ブロックから本村信子、須山初美両予定候補を国会に送り出すために、皆さんのお力で比例は日本共産党とぜひお広げください。そしてこの愛知5区からは江上博之、どうか皆さんの大きなご支援をお寄せいただくことを心からお願いを申し上げまして、この場からの
街頭演説終わらさせていただきます。長い間ご清聴ご協力ありがとうございました。